私のところに相談にやってくる方の中には、同じような方がたくさんいらっしゃいます。星観さんのおっしゃることは、とてもいいお話だと思います。でも、私の周りの人は、それを実行してくれないんです。友人の A さんがしょっちゅう私に電話してきては、夫が家に帰ってくるなり、上司や同僚の悪口ばかり言っている。せっかく私は悪口を言わないように気をつけているのに、夫がこれではどうしようもない。どうしたらいいのかしら、と言うのです。でも、これは変です。だってその友人 A さんも、自分の夫の悪口を言っているのでしょう。そう申し上げると、そう言われてみればそうですね。A さんはあなたに相談という形をとって夫の悪口を言っていることになりませんか？愚痴を言っているのではありませんか？だったら上司や同僚の愚痴を言う夫とちょうど釣り合っていますよね。すべてがあなたにちょうどいいという言葉があるんです。そのご夫婦はちょうどいいご夫婦ではありませんか？その方は感心して納得したのですが、すぐ次の質問がやってきました。私の姑がいつも愚痴、不平不満ばかり言っているんです。私はどうすればいいんでしょう？私はびっくりしました。これ、前の質問と全く同じです。ちょうどいいところで釣り合ってしまうと、これがなかなか心地よくて動かない。否定的な言葉を浴びるから否定的になって、自分も否定的な言葉を使うようになって、という悪循環から抜け出せない、ということがよくあります。その釣り合いを崩すのが、祝福人。7つの言葉を使っているうちに、ついてる人と知り合いになって明るい気分になったりします。そうしたらちょうどいい具合も変わってきます。